一の悲劇は、ノリズキ・リンタロウによるミステリー小説。著者と同盟の探偵、ノリズキ・リンタロウが活躍するシリーズの4作目。1991年4月に小電車ノンノベルから、1996年7月に小電車ノンポシェットから刊行された。2013年に販売促進の一環として新たなポップを制作したところ手応えがあり。 販売会社の日版が代々的に仕掛けて文庫版が19冊15万部、ノベルス版と合わせて累計22万部のヒットとなった。2016年にテレビドラマ化された。本校ではそのテレビドラマ版も記述する。山倉家に息子の山倉隆を誘拐したという電話がかかってくる。しかし、隆は学校を休んで2階で寝ていた。 やがて実際に誘拐されたのが高市の同級生の、富沢茂だとわかる。和美が110番通報をし、杉並警察署の刑事が駆けつけるが、犯人からの電話の逆探知に失敗する。犯人の求めに応じて、山倉四郎が身の代金受け渡しをすることになる。犯人の指示によりスカイラーク小金井店、デニーズ国分寺店、JR 国立駅、 国煙昭和記念公園などを引っ張り回される。狭山公園の中にある、氷川神社の石段で足を踏み外しきを失う。犯人は電話で受け渡し失敗を理由に、子供は殺したと告げる。茂の遺体は、犯人の言った通り、大梅市郊外にある大梅保養院そばの工事現場で、見つかった。警察の捜査により、事件当夜、西部遊園地駅の周りで、 青いゴルフが目撃されていたことがわかる。山倉四郎は亡くなった、自備の夫である、三浦康氏が青いゴルフに乗っていたことを思い出し、彼の住む中野ニューハイムに向かう。三浦が犯人ではないかと激高し殴っているところを、苦悩警部に止められる。警察の捜査によると三浦にはアリバイがあり、小説家ののりずき郎が、アリバイ証人だという。山倉四郎は、 住み三角ビルの会員制クラブで、のりづきりんたろうと会うことにする。三浦が何らかのトリックを使ったと考えた、山倉四郎は証拠を探るため、三浦の部屋を捜索することにする。かずみが三浦を外におびき出し、三浦の部屋に入った、山倉四郎は帰ってきた三浦に殴られ、混沌してしまう。バスルームで目を覚ました、山倉四郎だが、三浦康は、 玄関で脇腹を刺され死んでいた。玄関とすべての窓の鍵がかかり現場は密室状態となっていた。一度はベランダから逃亡した山倉志郎だが中野署に自ら出向き警察に事情を説明する。乗月林太郎が取調室にやってきて三浦がトリックを使って自身がアリバイ商人に仕立て上げられていたこと共犯者がいることを説明する。高志が 富沢美智子に誘拐される。美智子は井の頭公園小鳥の森のそばにある今は、潰れてしまった、サザンカ幼稚園にいた。山倉志郎たちは美智子を説得し、高志を救出する。救出の際に、山倉志郎は脇腹を刺されて、三鷹大病院に運ばれるが、緊急手術の結界の地に、別状はなかった。 密室がダイイングメッセージではないかと推理した、ノリズキリンタロウは犯人を指摘する。金曜プレミアム、誘拐ミステリー超傑作、ノリズキリンタロウ一の悲劇のタイトルで、テレビドラマ化され、2016年9月23日に、フジテレビ系列の金曜プレミアム枠にて放映された。ほか、ありがとうございます。